つまり間宮ユイは痴漢の被害者ではなく、江原明宏とグルになって殺人のアリバイをでっち上げていたと。我々は痴漢の件を片付けたいだけなのに、弁護側はそこまで話を広げるわけですか。被告人が痴漢した動機を説明するには、御子柴殺害の事実確認が必須です。そもそも今回の痴漢事件は狂言で、そこに有罪判決が下されることまで初めから彼らの筋書きにあったんです。法廷に強い敵意を持つ被告人ですね。江原は誤審を誘導することで殺しのアリバイを法廷のお墨付きにしたんです。当時は御子柴の死体がまだ出てなかったから気づくことは難しかったと思いますが、我々が出し抜かれたのは確かです。我々？あなたの本業は弁護士じゃなくて探偵でしょ。矢上先生は今も弁護士の資格をお持ちです。気に障ったんなら忘れてください。高野健二、私を指導してくれた上司は若い頃そちらの源田先生が苦手だったそうですよ。いたずらに犯罪者たちの無罪を主張し、負けてもしつこく絡んでくる。検察官には常に攻撃的で、おまけにカムロ町でヤクザともつるんでた。何より無礼な態度が許せなかったと。へえ、源田先生のことをよくご存知なんですね。私も駆け出しの頃、源田先生に小僧扱いされてました。正直いい印象がありません。検事から苦手と言われるなんて、弁護士にとってそれ以上の褒め言葉はありません。話を戻しましょう。確認ですが、被告人自身は控訴の件を了承してるんですね。ええ。しかし、もし江原が本当に殺人を犯してるなら、そのアリバイを蒸し返されたくないはずでしょ。江原の目的は殺人の罪を逃れることじゃないんです。じゃあ何だと言うんだ。法を貶め、嘲笑ってみせること。だったらそんなのは相手にしないことが最善の手だ。ええ、多分そうですね。法が公正であることより、検察や法廷のメンツを第一とするなら。何だと。ああ、失礼、遅くなりました。今回控訴にあたって弁護側は被告人の無罪を主張する気ですか。そしてそのために彼の殺人を立証すると。待ってください、その前にそちらは。警察庁の方です。江原が現役の警察官ということもあり、今回一応状況を確認させてもらいたいと。議論に加わるわけじゃありません。警察もこれ以上恥をかくわけにはいきませんから、正しい情報を国民に発信する必要があるんです。お名前を伺えますか。坂東と申します。肩書きは。警察庁の所属で調整官とだけ。これ以上話し合いの邪魔になりたくありません。どうぞお気になさらず続けてください。私が思ってた以上にここは非公式な場のようですね。裁判長に改めて検察の意見を申し上げます。江原明宏の控訴において、我々は例の殺人動画を新証拠として認められません。出どころ不明のネットの噂に過ぎないんです。軽々しく法廷に持ち込んで審理すべきではありません。確かに。さらに江原が法廷に強い敵意を持っているのなら、例のネット動画もまた罠である可能性があります。罠？ええ。次は逆に映像を加工捏造していたという新証拠がネットに流出するかもしれませんよ。その時控訴が始まっていたらどうします。やっぱりやめようとその場でお開きとしますか。江原一人の気まぐれに振り回される。
そんな法廷の姿を国民に見せるわけにはいきません。であるならば、法は粛々と江原に下した刑を執行すべきです。いかがです弁護人、あなた方はそこまで考慮した上で控訴を申し立ててるんですか？ええ、何と言われようと私たちは被告人の無罪を主張します。あんたもそうか。江原の有罪判決は間違っていた。一審の時、あの人を有罪にするだけの証拠は揃ってなかったと俺たちは考えています。江原の手からは被害者の下着の繊維が検出されている。トリックです。事前に被害者と共謀して仕込まれてた。それがトリックだったと立証する証拠がない。間宮由衣と江原が事前に会っていたんだったか。ならその証拠は防犯映像でも残っていたか。いえ、ありません。駅の防犯映像は必要なければ数日で消されてしまいます。ああ、でも江原と間宮由衣がグルだった可能性がある以上、下着の繊維も有罪の決め手にはならない。そうですよね。他に江原の有罪の決め手は何だったっけ。防犯映像かな。それにテレビで何回も流してたスマホ動画、あれだって犯行を立証したとは言えないよな。何しろ決定的な穴がある。なんだと。俺たちはその証拠を足で稼いできたよ。あんたは現場にちゃんと足を運んだか、高野健二。いや、でも新宿駅なら何度も行ったことがある。ならわかると思うけど、あそこは防犯カメラが山ほどあってほとんど死角がない。でも現場を細かく調べるとやっぱり死角はあったんだ。逃げる江原とそれを追う間宮由衣、一部始終が映像に残ってるように見えたけど、この矢印の点線部分はどのカメラからも死角になっていた。ここに江原が替え玉と入れ替わることのできた一瞬の穴がある。江原のすぐ後ろから被害者が走って追いかけていた。目の前で入れ替わったりしたら彼女がすぐ気づくだろう。みんなグルだからね。気づくも何も事前に入れ替わることを知ってたんだ。それを証明できるのか高野さん。俺たちは被告人の無実を証明したいわけじゃない。何？一審で検察が揃えた証拠だけじゃ被告人の有罪を断言できないと指摘してるんです。それが弁護人の役割ですから。その通りです。少なくとも痴漢が狂言だった可能性を検察は潰しきれてない。なら疑わしきは罰せずでしょう。その言葉は一審の時に言うべきでした。もっとも、おそらく城崎先生も被告人の無実を信じていなかったのでしょうね。一審の有罪判決は被告人に誘導された可能性があります。そこに気づけなかったことは私たちのミスです。でも気づいた後に正そうとしないのは隠蔽です。大げさな言い方はよせ。たかが痴漢だ。今の発言は聞き流せませんね。たかが痴漢なら冤罪が許容されると国民にそう受け取られかねません。ええ、失言でした。取り消します。やはり本件は控訴審で審理するのに値する事件ですね。もし敵意ある被告人に誤審を誘導されたのなら、それを正せるのも法廷だけです。ありがとうございます。ただし江原さんの殺人動画は私も見ました。あれを法廷で証拠とするのは私も難しいと思います。残念ながら現時点で法廷に持ち込むことは認められません。
沙織さん、先に行っててくれる？え？後で事務所に顔出しに行くよ。わかりました。失礼します。坂東さんでしたっけ？公安の。その所属は名乗りませんでしたがまあそうです。楠本玲子を知ってますか？厚生労働省の事務次官。もちろん。彼女を監視する理由は？そりゃ人聞きが悪い。今ここにいるのは俺とあんただけだよ。なるほど。話が早くていいですね、八神先生。あんたにとって江原の裁判はそんな重要なものじゃないよな。ってことはここに来たのは俺と会いたかったからじゃない？桑名の居場所を知りたいんだろ？全然見つからないんで、あんたも重い腰を上げなきゃならなくなったとか？桑名こと北方優は殺人容疑で指名手配中です。居所をご存知ならぜひ教えていただきたい。殺人で指名手配ね。いや、沢先生はあんたんとこで使ってる RK が殺したんだ。それを隠し通せると思ってんのか？もう現場の刑事だってみんな疑いを持ってる。現場の刑事管理する側とされる側は対立をはらんでいるものですよ。現場の警官は上への愚痴をこぼしながら走り回るのが常です。私も若い頃はそうでした。じゃあなんであんたは警官じゃなく半グレを駒に使ってんだ？そのせいで沢先生を巻き込んだんじゃないのか？おっしゃってる意味が分かりません。あんたは今回の件が初めから汚れ仕事になると分かってたんだ。だから表立っては警察の人間を使えない。それともそこまで信頼できる部下を自分の手元で育てられなかったのかな？なるほど、そりゃいい。公安の人間にできるのはせいぜい監視と逆探知。残りの荒事は半グレに丸投げだ。そうかもしれませんね。ただそれでもお前らを踏み潰すには十分なんだよ。一応聞くけど、相馬は今どこにいる？そっちがすぐに桑名を差し出せばこれ以上犠牲者は出ない。なんだと？やつをかばう理由があるのか？分かってるぞ。桑名はいじめ加害者を処刑して回ってる。著しく治安を乱している人間だ。だとしても沢先生の件はあいつが犯人じゃない。私は議論するつもりでここに来たんじゃない。最後通牒だ。
はい。じゃあ今から行くね。なんだって？わかった。いい加減にしろよ。しばらく寝とけっての。八神さん！どうすればいいんだろう。
私がジャイアントインパクトだ。お願いします。こっちだな。よしよし。よし、行こう。
なんだ。ああ。ああ。なあ。ねえ。
いえ。月乃ちゃん？
ああ。初めてじゃない。え、あなたに助けてもらうの初めてじゃありません。まさか。月乃ちゃん。矢神さん、会いたかったです。ずっと。ああ。ん？え？ありがとうございました。おう、ん？いえ。ありがとうございます。
おい